どうも、ノチラスシゲオと。え、それやるんすか。ウィアローくみです。引っ張るな。ということで本日は村子さんが先ほどツイートしました。すごい。近日開催予定のフェスゲンヒロインシリーズで新たに登場するモンスターの図鑑画像をゲットしましたので今からご紹介します。フェスゲンヒロインがやってきます。いやー、ガチャ多いっすね。それもそうだし、滞在流どこ行った。確かに滞在流やりますって言ってたよね。結構前に、うん、9周年前とかに言ってたと思うんですけど、何個かすっ飛ばしてまたフェスゲンヒロイン来ちゃったな。来ますね。で、はい、今日発表されたのは1体だけなんですけど、はい、先に言っておくと他にも今回はアシスト進化が数多く追加されるようですので明日改めて発表させていただきます。 お楽しみにとのことです。お、数多く追加でもここに新キャラとは書いてないので、新キャラがだからこの奇世界ドロップのパティだけの可能性があるって考えると、うんうん、一定持ってる人は確定を買うだけで済む可能性があります。なるほど。で、そのパティの性能なんですけど、はい、妖精王のメイドパティ、かわいい。妖精王っていうとアルバートとか、そうですね、なんかそっち系雰囲気も似てますもんね。大きい光、うん、光キー、うん、であと絵のタッチ的にもこれ、うん、イラストレーターさん一緒かな、アルバートと。一緒っぽいっすね、タッチ。なんか色の感じといい、似てますね、アルバートとね。かわいいなぁ。はい、覚醒スキル、変身前からバインド耐性ちゃんと持ってます。えらい、えらい、えらい。でスキブも2個持ってます。えらい、えらい。 L 字もあります。おぉ。で、スキル20ターン変身で2ターン変質とかけることができます。はい。でステータスを見てください。攻撃する気ゼロゼロっすね、これは完全にゼロ、完全にゼロ。1だけどね、まあまあまあ、1だけどゼロで、リーダースキルこれ見てほしいんですけど、はい、光属性の HP と回復力が 1.5倍、木属性の攻撃力が4倍、7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力4倍。はい、これっぽいキャラいましたね、直近言いました。誰でしょう。学園バレリアさん、相性バッチリ。まあこれ変身前ですけど、はい、変身後がさらにね相性バッチリなんです。はい、変身後がこちら、まずリーダースキルからいきますかね。はい、光属性の HP と回復が 1.5 倍、木属性の攻撃が4倍、8コンボ以上でダメージを半減、攻撃力5倍、固定500万ダメージバレリアの相方で欲しかったね、固定ね、欲しかった。固定追撃、まあそのキパで言うとアルテミス、正月アルテミスとかでね、組んで使ってる方もいるのかなと思うんですけど、うん、パーティーだいぶいいんじゃないかなと思います。必然的にそのキー光でパーティーを組むことになるから、そのバレリアをリーダーで使うとなるとね、うん、そうですね、うん、っていうところも全く問題なく光キーの倍率のね、うん、はい、キャラですし、で半減もかかるから半減半減でしょ、強い、耐久できる、うん、これはだいぶ強いね。バレリア加算あったんでしたっけ。バレリア加算ないんじゃないですか。だからまあ 76が一番無難かなとは思いますね。なるほど。だからそれこそね、アルバートに似てるってことで、うん、アルバートからのリダチェンでバレリアでとかね。アルバート持ってね。アルバートこの間シゲパズでも引いちゃったんですよ出てましたね、シゲパズもシゲドラも。いいな。だからパティ欲しいな。欲しいっすね。バインド効かない、指2秒あるからやっぱ76いけますね、うん、だいぶ、うん、で L 字があってチーム HP 強化が5つ、完全にこうサポート役というかですね、そうですね、 L 字もロック解除で言うと欲しいんで、まあ、倍率 1.5 倍かかりますけど、まあ、ロック解除要因ですかね、うん、でスキル8ターンでダブル吸収無効。おお、見たことあるぞ。ポロネっぽいっすね。ポロネだ、うん、ただキー光回復3色陣付き、いや素晴らしい、すごいな。回復込みだからね、うん、偉すぎる、偉すぎる、これはマジで。でチーム HP も漏れるし、だから攻撃を捨ててもうサポートに全突破よ。あ、メイドってそういうことか。ああ、お給仕、うん、ご奉仕、完全に奉仕の気持ちで、はい、なるほどね。
いやこれ欲しい瞬間多いんじゃないですか。うん、その最近で言うと超限界突破が実装されて、例えばバレリアも今120にしてカンスト2倍つけて、で超覚醒をスキルじゃなくて無効貫通にして普通に火力薬として使うっていうパターンも結構あるんですよ、ね、とかそういう火力薬がいるともう別にサブ1体火力出ないキャラいても全然いいじゃないですか、はい、ポロでもそうっすもんね。そう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 、でね、ポロね、ほどこうバランスいいパラメータじゃなく、うん、攻撃が1な分他にこう特化してるっていう、いやとてもいいキャラだと思いますね。はいはい。で武器、これまた面白いっすね。うん、まあ、LG チーム HP 強化2個、毒1個 HP 強化っていう時点でも結構やっぱチーム HP 強化持ってなんぼですから、持ってなんぼ、うん、欲しい瞬間もあるし、スキルがね8ターンのダブル吸収無効なんですけど1ターン遅延があると。出た、何でしたっけ、イレーヌ降臨だ。そうそうそう、あれの武器はね99ターン遅延ですけど、はい、あれはもうほぼほぼもうなんだろう、まあ、使う瞬間もいつか来るのかなって感じですけどあんま使えないじゃないですか。はい、でもまあこれ1ターンであれば別にだよね。うん、確かに。だからそのスキルを使ってからこれ使えば別に変ないじゃないですか。うん、別にほぼほぼデメリットなしの8ターンのダブル吸収無効でこの覚醒で、最近のこう例えばノーチラスとかでいうと2ターンとかでループしてるわけじゃないですか。うん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 、そんな変わんないですもんね。使ってからこれ使えばね、そう関係ないですもんね。2ターン後にはもう溜まるし。なるほど。あと何、ハルクとかさ、クリスとか1ターンのキャラなんかもうほぼ関係ないしね、うん、とかなかなか使い道はあるんじゃないかな普通に。レアリティで言うとオリアとかエルゲヌビとかと一緒なんで、うん、サイレアではないのか。まあそうか、そうっすね、そうですね、まあ、確定が来るってとこはそうか。でまあそのアシスト武器が数多く追加されるってことは学園ぐらいさもうみんなアシスト進化する可能性があるってことなんで、いやー被ってても全然いいし、っていうかもともとあるよね武器ジュリとかさ、 あとエリカとかさ、ないキャラに追加されるのか、もともとあったキャラにもさらに1個追加されるのか。いやーいっぱい来そうまあだって数多くって明記されてるもんね。書いてあった。これはでも部下金の方にとってはだいぶしんどいタイミングできたんじゃないですかね。いやもう石がないです。ないっすよね、配られるとはいえ。うん、シゲパズもだってノーチュラス欲しかったもん。いやそうっすよね、使っちゃいましたよ金曜日に来るけど。うん、まあ取っとくべきなのか、まあ明日の情報発表もあってですかね、うん、だから明日のログインでも28個届きますけど、とりあえずは夕方のこの情報発表まで。はい、すいません、アマゾンが届いちゃったんですけど、明日の発表を待ちましょう。届いたからってすぐ使ったらきっと後悔します。きっと後悔するか。だからまあ明日発表あって、まあ、月曜から来るんでしょうね。いやー、ノーチラス欲しいんだけどなでもまあノーチラス欲しいならノーチラス狙いに行ってもいいとは思うんですけどね。ヒロインにそのいきなりノーチラスに匹敵したキャラ出てくるかって言われたら。確かにね、わかんないですけどね。例えばなんかイルミナとかウルカとかサイレアのキャラがこれパワーアップするでしょどうせ。うん、でイルミナ2回変身するかもしれないですよそれはないでしょないか。それはなさそうだけど。じゃあなかったとしても変身なしで HP2 倍半減コンボ加算固定500万追撃また魔改造されるかもしれないですよやばイルミナが。確かに、じゃあ待った方がいいですね。何があるか分かんないからログインして夕方の発表までとりあえず待ちましょう。はい、それが無難だと思います。そんな感じで明日また情報が出たら2人で動画を撮って、お届けしますので、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日は以上です。パティ。